園芸農家井真由美さん。夫婦で野菜作りを続けて42年。農薬や化学肥料に頼らない作物を作り続ける。土作りにこだわり、草原の野草と堆肥を混合し、1年の熟成を経た野草堆肥を利用。みずみずしい野菜がここ波野から生まれている。農業が大好き で自然ともう卒業してね、そういうふうに自然に農業の道に入ったと思います。それからまた大好きで、また嫁に来てしまったという感じです。そうですね、一番大変だったのは阿蘇山のね、火山灰が降ったっていうのが一番なんかきつかったですね、最初。それと台風ですね。でこのハウスを始めようってきっかけになったのが、最初はやっぱりその阿蘇山の勾配で露地野菜がダメだから、じゃあハウスを作ろうかっていう感じで、それからちょっとハウスを始めて、そうしていくうちに今度は大きな試練があって、台風19号とかでほとんどのハウスが倒壊してしまって、もう一度ちょっと露地に帰って、その頃は今みたいにすごく応援とかなかったですもんね。だから自力で頑張るしかなかったもんで、だからそんな感じで、一度また露地野菜にまた戻って、キャベツとか白菜とかそういうのを作りながら、で今から20年ちょっと前にまたもう一度ハウスっていう感じで、それで今に至っていますね。今はもう100% ハウス栽培ですね。そうですね、もともと露地野菜をやってたんですね。その時はまあそこまではあって、最初のその昭和50年の始まりぐらいだったからですね、その時はまあ市場に出荷するっていう感じで、やっぱり化学肥料とかいろいろ、まあ堆肥も使ってましたけどですね、まあ、ある程度のところから有機関係の方に主人が目覚めて、それからなるべく農薬を使わないで、まあ、化学肥料を使わないでしようっていうような農家にこう変わっていったですね。野草の他にですね、その畜産農家から分けていただく牛糞堆肥、そこはなんか愛媛藍とかいうのを使って、すごくいい状態で作って、半分ぐらいこう発酵される形で持ってきてもらうから、その菌体も来てますし、もう一軒は養豚される方がいらっしゃって、そこからもいい状態で、そこの養豚さんは無菌じゃなくて匂いがないんですね。そのためにもやっぱりいい菌体とか振られながら、そこのも半熟みたいな感じで持っていただけることで、なんかいい菌同士がこう発酵していい堆肥ができるって、無臭でね、なんか最終的にはね、手で触っても汚くないっていう感じの堆肥になりますね。それがうちのこのお父さんが作る堆肥の特徴ですかね。それはね、自分が食べて一番おいしい、そして直販所とかいろいろな人とかお店とかレストランとか使ってもらって、伊佐の野菜おいしいねってずっとね、また買ってますとか、ずっとお店に定期的にね持ってきてくださいとか言われると、それが一番励みになってますね。それはありますね。なんか直接もう本当になんか声が聞けるし、そこでほら自分たちの野菜食べていただいて、そしてまた声が聞けるし、その中でちょっと若い方とか大学生の方とか来られるですもんね、旧大の方からとか、そういう人たちがなんかすごくこの草原再生にこう興味を持ってらして、それをこう研究材料にするとか、そういう話聞くと、またなんかちょっと自分たちがやってることが少しでも伝わったらとか、伝えられたらとか
応援できたらとかいう気にはなりますね。はい。私たちにとってはね、あの宝ですよね。それがないとなんかいいものはできないっていう感覚ですね、やっぱ。だからそれをそのまま放置してね、荒らしていくよりか、やっぱり、農家さんたちがそういうふうに堆肥にしたりとかね、牛の餌にしたりとかして入れて、またこうぐるぐるこう回ればいいかなっていう感じですね。はい、それがこうまた守られていけばいいなってね。最近はやっぱり高齢化とかで野焼きもこうされなくなったりとかしてるとこも結構あるけどですね、そういうのがこうなくなってね、きれいなこうどこを見てもこう春になったら、そういう風にこう揺られる草原があったらね、なんか素晴らしいな、別世界みたいに思うんですね。ここ日本って感覚で、大観望の春先のこう優しいほら緑を見た時にね、生まれたての野草のね、こう風になびく姿を見たら、なんかこうクラシックの音楽でも来てこう歌い出す、こうなんかそういうのにこうねなったりとか感じたりしますもんね。太閤の昔からそういうふうにしてこうやってきた、そういうその土作りとかいうのは、やっぱり野草のこの持っているなんか能力とかなんかいろいろ全てがこうあるような気がして、それを入れることで自分自身も安心しますし、そういう堆肥使って消費者にまた届けることでなんか安心していただけるし、それとまたなんかこう少しでも草原を利用することでなんか意地にもつながってるかなとか、そういうとこまでちょっと最近考えるようになりましたですね。はい。